宇宙世紀 0079 地球連邦軍とジオン公国との戦いは、ソロモン海戦で連邦軍が勝利したことにより最終局面を迎えつつあった。窮地に立たされたジオン軍は、かねてより研究されていたサイコミューシステムとそれを操縦するニュータイプたちの実戦投入を急ぐ。人の核心たるニュータイプ、直感力と洞察力に優れた彼らがもたらすものは、兵器としての戦力か、それとも分かりすぎるゆえの苦悩か。失礼します。シムス・アル・バハロフ中尉、入室いたします。シムス、シムス中尉じゃないか。お久しぶりです、アシュレイ・ホーン隊員。 ME 兵舎での内覧会以来ですね。もうそんなになるか。あの時の内覧会のテーマは確かビグロの後継機の発表と月面戦闘用の新型兵器の試作だったかな。よく覚えておいでですね。ええ、そうです。大尉が出向してくれたおかげで予算がついたと、当時の ME ペイの人たちが喜んでいましたよ。俺は自分にできることをやっただけさ。それより今日はどうした？技術開発部からの支援要請ということだったが、君が直々に出向いてくるとかな。ブラブロの実用テストはあまりうまくいってないのか？いえ、優先式メガ粒子砲はようやく実用化のめどが立ちました。ただサイコミシステムと連動させるには、やはりテストパイロットが必要不可欠ですので。ニュータイプの実戦投入か。ええ、フラナガン機関に要請はしているのですが、なかなか思うようには。どこも人手不足だからな。ましてやニュータイプ適性のあるパイロットなど軽々に見つかるものでもあるまい。ですからここに来たのです。ん？どういう意味だ？グラナダ海戦での大尉の戦闘記録を拝見いたしました。フラナガン機関での検討の結果、ニュータイプの適性ありとのことです。俺が？このオールドタイプの典型みたいな男がか？冗談もほどほどにしろ。冗談を言うためだけにわざわざグラナダまで出向いたりはいたしません。これは軍の正式な決定です。戦闘記録を見たのなら、今の俺がどういう状況かも知ってるだろう。俺はもう戦えないんだ。技術者としてもパイロットとしても。怪我は完治されたはずでは？そういう問題じゃない、そういう問題じゃないんだよ、シムス中尉。プラズマリーダー発射。仮想標的の撃墜を確認。やれやれ、プラズマリーダーの開発もこれで一区切りだな。こんなボロクソのテスト機ともようやくおさらばだ。お疲れさん。しばらく休暇でももらってのんびりしよう。お前は本国に帰るのか？ああ、可愛い娘が待ってるからな。開けてもくれても娘か。そういやパイロットに志願したって話はどうなった？ダメだな、ありゃいくら止めても聞きやしねえ。たく、頑固なとこまで俺に似やがって。血はつながってなくても子供は親に似るものか。そりゃそうさ、あいつは俺が育てた俺の娘なんだからな。
連邦軍のパトロール艦隊か。オーガン、プラズマリーダーは何発残ってる。お前、まさか。見られた以上、仕方あるまい。火器管制は任せたぞ。わかった。レンジオン、ルナタンク、戦闘を開始する。連邦名、よくも抜け抜けと。返り討ちにしてやる。戦闘準備願います。高熱源体接近、周囲の警戒を。高熱源反応、警戒を。目標の撃破まであと少しですよ。しまった。オーガン、脱出しろ。走れ。グッ。オーガン、しっかりしろ。オーガン。走れ。娘を、撤収を。オーガン、オーガン。俺は重傷で済んだ。だが、同乗していたオーガンは。お気持ちはお察しいたしますが。同じ技術士官の君ならわかるだろう。俺たちは祖国のためを思えばこそ新兵器の開発に取り組んできた。それが結果はどうだ。戦友の命一つすら守れやしない。ではなぜアシュレイ大尉は未だ軍に残っておられるのです。それは軍事技術の向上が後の世の多くの命を救うことになる。内乱界での大尉の講演は今も私の記憶に残っています。大尉が今もなおあの時と同じ信念をお持ちなら。シムス中尉、新兵器の開発に犠牲はつきものです。それを踏み台にとは言いたくありませんが、身近な人間の死が大尉のニュータイプ能力の発生を促した。そうはお考えにはなれませんか。人はそう簡単には変われない。俺たちは兵器のようにはいかないんだ。ここに今回のテストの計画概要と同乗するパイロットの資料を置いていきます。お気持ちが変わったらご覧になってください。では。ビショップ計画。これは。ヘッシモンターニ、サイコム試験 Z 型、出撃します。戦闘準備願います。高熱源体接近、周囲の警戒を。
兵士は。ミノフスキー粒子の散布下における脳波誘導の成績はまずまずです。ただやはりそもそものパイロット技術が圧倒的に不足しておりますので。サイコミューの制御と機体の操縦を同時にはこなせんということか。それだけララーが特別なのです。ヘッシェではエルメスはおろかブラウブロの運用も厳しいかと思われます。いかがでしょう。パイロット技術の訓練も兼ねてペッシェをグラナダに派遣してもよろしいでしょうか。グラナダ、今さら月で戦技訓練をやり直させるのか。ローレンあたりにサイコミューの再調整を任せた方が時間も手間もかからずに済むだろう。いえ、これもビショップ計画の一環なのです。すでにグラナダの交渉では Z 型の脚部を大推力のロケットエンジンに換装した MSN01 を準備しております。しかしそれではなおさらペッシェの負担が大きくなる。 Z 型の操縦もままならない人間が高機動戦闘に耐えられるとも思えんがな。ですから2人でやらせるのです。2人？グラナダの兵器開発部にアシュレイ・ホーン隊という技術士官がおります。モビルアーマーのテストパイロットを長く務めており、高機動時における戦闘技術は折り紙付きです。また当機関で検討した結果、アシュレイ隊員にはニュータイプの素養があることも判明しました。その人間にペッシェを預けてパイロット技術を向上させようというわけか。はい、いかがでしょう。まあ実のところアシュレイ隊員を選んだ理由はそれだけではないのですが。うん、わかった。手続きは任せる。ありがとうございます大佐。うん、ビショップ計画か。こんなところにいたのね。ララーさん、泣いていたの？いえ、もう大丈夫ですから。大佐はあなたを見捨てたわけじゃないわ。むしろあなたの今後のためを思ってグラナダに出航させるのよ。本当にそうでしょうか？ええ、間違いないわ。大佐はお優しい方ですもの。父もパイロットでした。でした。もう退役なさったの？いえ、戦死したんです。血のつながりはない父親でしたが、誰よりも私を大事にしてくれました。けど新兵器の開発中にグラナダで。そう、じゃあなおさら辛いわね。お父様の亡くなったところに行くのは。でもこうは思えないかしら。グラナダに行けばお父様に会えるかもしれない。死んだ人にですか？人の命がどこに行き着くのかは私にもわからないけれど、でも命というものがもっと自由でいられるとしたら、いなくなった人の命にもいつか巡り会えるかもしれない。ララーさん、人は変わってゆくわ。大丈夫よペッシェ、あなたには良い力があるのだから。はい。あの時以来の実戦テストか。大尉、失礼します。プラズマリーダーについてですが、臨界値を得るまでに多少時間がかかるのと、投射時の反動で。おい、誰に物を言ってるんだ。失礼いたしました。ご分をお祈りしております。ありがとう。
オーガン、俺はもう一度戦うぞ。お前の死を無駄にしないためにも、そしてあの子を守るためにも。アシュレイ・ホーン、バルバロン、出る。戦闘準備願います。高熱源体接近、周囲の警戒を。よし、実戦データは取れたな。起動する。さすがですね、大尉。ブランクを全く感じさせない戦いぶりでした。そもそもバルバロのプラズマリーダーは俺とオーガンで開発したものだからな。あれぐらいのゲートはやってみせねば、オーガンに顔向けができん。アシュレイ・ホーン大尉だ。よろしく頼む。どうかしたのか？いえ、そのアシュレイ大尉が一瞬死んだ父とダブったように見えて。そうか、君の父さんは、オーガンは俺の戦友だったんだ。父をご存知なんですか？オーガンの最後を見取ったのも俺だ。ビショップ計画の資料の中に君の名前を見つけた時、俺は何か因縁めいたものを感じたよ。運命、いや宿命とでも言えばいいのかな。宿命？そう、命を宿すという意味で宿命だ。もし本当に俺にニュータイプとしての素養があるのなら、それはきっとオーガンが与えてくれた力だ。君を守るために。大尉。ベッシェ、君のことはオーガンに代わって俺が守る。それがオーガンへのせめてもの手向けだ。訓練用の機体はすでに準備させてある。サイコミの実験機として運用されていた Z 型を高機動戦闘用に改修したものだ。機体の操縦は俺に任せて、君は火器管制とサイコミの脳波誘導に専念してくれ。承知しました。アシュレイ・ホーン。ベッシェ・モンターニ、サイコミ高機動試験用ザク出撃します。戦闘準備願います。高熱源体接近、周囲の警戒を。
やはりいきなりは厳しいか。稼働時間もギリギリだ。交代する。そう落ち込むな。まだ始まったばかりじゃないか。でもなあペッシェ、そもそも君はなぜパイロットになろうと思ったんだ？オーガンは君をパイロットではなく研究者にしたいと思っていたはずだ。父は軍の現場でほとんど家には帰ってきませんでしたが、それでも父のことはずっと母から聞かされていたんです。父のことを話す母はいつも笑顔で誇らしくて、それで私もパイロットになりたいと言ったら母も父を説得してくれたんです。なるほどな。あの、それが何か？いや、その、なんだ、君は知っていたのか？そのオーガンは君にとって？もちろん義理の父だということはずっと分かっていました。でも血のつながりは関係ありません。私にとってはあの人が本当の父親です。そうか、オーガンも同じことを言っていたよ。父が？ああ、あいつは俺が育てたんだ、俺の娘なんだってな。そして最後の最後まで勇敢で君のことを思っていた。そうですか、お父さんが。だがなペッシュ、いくら勇敢に戦っても死んでしまえばそれまでだ。勲章や2階級特進なんて残された者にとっては何の慰めにもならない。操縦の腕なんかどうだっていいんだ。まず生き残ることを考えろ。大尉、分かったな？あ、はい。アシュレイ大尉、こちらでありましたか。少しよろしいでしょうか？どうした、何かあったのか？ええ、それがコレヒドール中域において開発中のブラウブロが撃墜されたと。なんだと？それでシムス中尉は、シムス中尉は無事なのか？残念ながら戦死なさいました。そんな。アシュレイ隊員、